EAA の効果を上げるためには腸を保護する必要がある。皆さんこんにちは、論文で解決チャンネルのお時間です。さあ本日は筋肥大効果を倍増させる EAA の摂取法4選ということで、2023年9月に発表された最新研究をもとに EAA の正しい摂取方法について深掘りをしていきます。まずはもう早速本日の結論です。 EAA の効果を倍増させる摂取法とは、 EAA の効果を知る、副作用を知る、商品選び、効果的な組み合わせを知ることの4つになります。それぞれ詳細に解説をしていきます。それでは行きましょう。 EAA の効果を倍増させる摂取法、まず1つ目は EAA の効果を知ることです。なぜと思うかもしれませんが、実は EAA の効果を知ることによる思い込み効果、専門用語でプラシーボ効果というのは、絶大な効果を発揮することが分かっているんです。よくプラセボ効果と呼ばれますが、実は様々な研究でプラセボ効果の影響が報告されていまして、よく薬の治験に使われていたりするんですが、その薬の効果を知った上で偽薬、つまり全く関係がないラムネなんかを服用したとしても、その効果が出現するという現象が起こります。なおかつその効果量というのも 0.25 から 0.5 という中強度の強さを持っているという報告が多数あり、人間の思い込む力というのは相当強いことが分かっています。つまり EAA の効果をしっかりと理解した上で服用するのと、理解せずに服用するのとでは、その効果量に大きな差が生まれるというわけです。当たり前ですが、これからお伝えする効果というのはプラセボ効果を抜きにしても効果があることが立証されていますので、効果を知らずとも EAA は筋肉にいい影響を与えますが、効果を知ることによってより大きな EAA の効果を享受することができますので、まずは EAA の効果を理解するようにしましょう。EAA の効果に関して最も新しく信頼できるデータとして、2023年9月に国際スポーツ栄養学会から発表されたレビュー論文があります。 EAA の摂取が運動とパフォーマンスに及ぼす影響について、国際スポーツ栄養学会の見解を15項目にわたって解説しているもので、わかりやすく簡潔にお伝えをすると、血小 EAA レベルは骨格筋タンパク質の合成率と強く関連しており、蛍光 EAA は同じ量のタンパク質の摂取よりもタンパク合成率を大きく促進する。エネルギー不足によって体内の EAA が減少することで筋タンパク質の異化が生じる。運動と EAA の組み合わせによって四肢の血流が増加し、それにより骨格筋への EAA 輸送が増え、その効果量が底上げされる。運動刺激がない場合でも加齢や病気による筋分解を抑制することができるという結果でした。つまりEAA は筋タンパク質の合成率を上げるために必要であり、その効果は筋トレと組み合わせることにより効果を引き上げるということ。そして EAA の摂取はエネルギー不足によるタンパク分解を抑制する可能性があるということでした。また2022年のテヘラン医科大学のメタ分析においても、 EAA の摂取によって女子脂肪体重の有意な向上が見られることが分かっています。つまり EAA の摂取によって骨格筋のタンパク合成率を大幅に引き上げ、筋肥大を促進するだけではなく筋分解の抑制にも大きく貢献するということです。当たり前ですが、筋肉が大きくなる過程として筋タンパク合成率を筋タンパク分解率よりも高めることが重要になりますので、 EAA の摂取というのは筋肉を肥大させるために必ず必要だと言います。以上が EAA の筋肉に対する効果でした。まずは効果を理解することによって効果量が 1.25 から 1.5 倍になりますので、しっかりと理解した上で EAA を体に取り込むようにしましょう。そして EAA の効果を倍増させる摂取法、二つ目が副作用について知るです。これは EAA の効果を上げるというよりは下げないための重要な知識です。先ほどもお伝えした通り、EAA は筋タンパク合成率を大幅に引き上げ、筋肥大を促進するという効果があります。ただしその一方で EAA の過剰摂取は消化器系、特に腸に多大な負担をもたらすことが分かっているんです。胃で消化されたタンパク質は大部分が小腸で吸収されます。この過程でもともと腸が弱かったり、加齢によって腸機能が落ち込んでいると、摂取量に関係なく EAA を摂取することによって下痢や腹痛など消化器系の症状が起こりやすくなります。EAA によって腸機能が低下してしまうと、せっかく筋タンパク合成率を上げるために摂取している EAA が逆効果になるという最悪の状況にも陥りかねません。ではどうすればいいのかと言いますと、
一番手っ取り早いのが EA の摂取量を減らす、もしくは今現在飲んでいる EA を腸機能が保護できるものに変更することです。まずは EA の副作用を最小限に抑えるための商品選びというのを深掘りしていきます。消化器系の影響を最小限にし、なおかつ菌肥大率を上げるための EA の商品選びとして重要なポイントは3つだけです。まず1つ目は第三者機関の認定を受けているかどうかです。これは今までの放送でも散々お伝えしていますが、この商品に危険な成分が含まれていないかを第三者機関がチェックをして認定をしているかは絶対条件になります。そもそもしっかりと販売実績がないと第三者機関の認定テストを受けることができないですし、その商品に自信がないと多大なお金がかかる認定テストは受けないと思いますので、まずは大前提に第三者機関認定済みかどうかを確認するようにしましょう。これは EAA だけではなくどのサプリメントでも同様の基準ですので、ここだけは必ず確認するようにしてください。そして次、二つ目のポイントが人工甘味料の有無です。人工甘味料自体が腸機能に及ぼす影響に関してはかなり限定的な影響にはなりますが、2021年にアングリア・ラスキン大学が行った研究で、人工甘味料の定期的な摂取によって腸内細菌が減少し腸のバリアが弱くなる可能性が示されています。もともと腸機能が低下している方が人工甘味料を定期的に摂取するとより腸機能が悪化する可能性がありますので、 EA を選ぶ際は人工甘味料が含まれていないものを選ぶことが重要になります。特に現在プロテインパウダーや他のサプリメントを摂取していて人工甘味料をふんだんに摂取しているっていう方は、 EA というのは必ず人工甘味料抜きのものを選ぶようにしましょう。そして最後、3つ目のポイントが有胞子乳酸菌を含んでいるかどうかです。よく乳酸菌入りのサプリメントというのは耳にしたことがあるかと思いますが、重要なのは有胞子乳酸菌が含まれているかどうかです。有胞子乳酸菌というのは胞子を形成する乳酸菌の一種であり、これは高温や酸性環境など厳しい環境下でも生存することができ、生きたまま腸まで届くことができる乳酸菌の一種と言われています。基本的に乳酸菌は酸性環境に弱く、サプリメントなどに含まれていても胃を通過する時点で意味がないものになってしまうんですが、有胞子乳酸菌は酸性環境にとても強いので腸まで行き届き腸内フローラを整えることが2021年のゲント大学の研究で分かっています。有胞子乳酸菌は腸内環境のサポート以外にも免疫機能の向上やアレルギー症状の緩和、栄養素の吸収促進という素晴らしい効果を有していますので、 EA で腸機能の低下を予防するためには欠かすことはできない成分だと言います。第三者機関の認定、人工甘味料の不使用、有胞子乳酸菌の使用、これら3つの条件が全て揃っている EA で特におすすめなのが UFIT プレミアム EA です。 UFIT さんはこのチャンネルでもたびたびおすすめしているメーカーさんで、日本のフィットネスブランドでボディケア、フィットネス器具、完全栄養食の販売をしており、元プロ卓球選手の水谷選手がアンバサダーを務めていたり、プロサッカー、野球、バスケットボールチームのオフィシャルサプライヤーにも選ばれているメーカーさんになります。当たり前にこちらの EA は第三者機関の認定を受けていますし、有胞子乳酸菌が1億個配合されていますので、腸機能を良好にするプロバイオティクス商品とも言います。値段は4980円と、他の EA 商品と比べて特段安いわけではありませんが、有胞子乳酸菌が1億個配合されているプロバイオティクス商品と考えると、この値段はかなり安いので、腸機能を高く保ちながら EA で筋肉をでかくしたいっていう方にとてもおすすめになります。なおかつ人工甘味料は使われていませんので、変な甘みはなくスムージーのような感覚でさっぱりと飲むことができます。炭酸水との相性も抜群ですので、普段ジュースを飲んでいるっていう方は UFIT プレミアム EA の炭酸割りがおすすめになります。また今回紹介させてほしいということを相談したところ、Amazon や楽天で使用できる 5% オフクーポンを論文で解決チャンネルの視聴者様限定で配布してくださるということですので、ぜひ試しに飲んでみてください。特に今飲んでいる EA が美味しくないっていう方は飲んでみると衝撃を受けると思いますので、クーポンを使用して安く購入してみてください。論文で解決チャンネル。それでは最後、 EAA の効果を倍増させる摂取法4つ目は EAA との組み合わせです。
2020年にアーカンソー医科大学から発表された論文では、 EA とホエイプロテインの組み合わせによって筋タンパク合成率はどう変化するのかの調査が行われました。研究内容を簡単に紹介すると、ホエイプロテイン 12.6g を飲む A グループと、ホエイプロテイン 2.4g プラス EA 3.2g を服用する B グループ、そしてホエイプロテイン 4.8g と EA 6.4g を服用する C グループで、筋タンパクの合成量の変化と分解量の比率を見たんですが、結果としては実際の論文の図がこちらになります。最も筋タンパクの合成率が高まり、分解量を抑えられたのが、グループ C のホエイプロテインと EA をしっかりと服用するグループであり、ホエイプロテインに EA を追加することによって、筋タンパクの合成量が増大し、分解量は大幅に減少するということが分かっています。これはまだ観察研究の段階ですので、絶対にこうなるというものではありませんが、EA を摂取する上では面白いデータかと思います。また EA を摂取する際は、必ず十分な量の水を飲むようにしましょう。アミノ酸は基本的に水と結合して体内を巡りますので、必須アミノ酸である EA は体内の中の水分と結合をします。水と結合するということは、普段よりも多くの水分を摂取しないと、体内の水分量が減少してしまいますので、水に溶かした EA を摂取した後は、追加で水を飲むことは忘れないようにしてください。脱水症状というのは、最も筋力や筋肥大率を低下させることにつながりますので、EA は水と組み合わせることは覚えておきましょう。以上が、筋肥大効果を倍増させる EA の摂取法4選でした。特に現状 EA を摂取していて、お腹の調子が悪いなっていう風に感じている方は、飲んでいる EA を変更するようにしましょう。その決断があなたの筋肉をでかく強くしますので、ぜひ参考にしてみてください。それでは本日は以上です。ご視聴ありがとうございました。